民や企業の皆様の連携を促進し、SDGs 達成に向けた取り組みをより促進するための北九州 SDGs ステーションの運営等を担当しています。前例にとらわれずチャレンジする面白さを感じる仕事です。DX 推進を通じて市民サービスの向上と業務効率化に取り組んでいます。新たな技術や様々な人と出会い、日々やりがいや成長を実感しています。ケースワーカーとして生活保護業務を担当しています。一人一人の方と真摯に向き合い、生活の支援をしていく中で、あなたが担当でよかったと言ってもらえた時は達成感がありました。心理的なケアが必要な方とそのご家族への支援を行っています。専門業務のほか、さまざまな仕事に挑戦するチャンスがあり、考え方の幅が広がります。自転車が安全に走れる空間の整備やシェアサイクル事業の推進などの業務を担当しています。道路や河川、水道など幅広く土木の仕事に関われるのは行政ならではのメリットです。チャレンジ北九ミッション。心地いい公共空間を企画する街づくりの仕事です。数十年後、より良い街の姿を思い描きながら毎日の仕事に励んでいます。公共工事を適正コストで行うために必要な工事単価の作成、積算要領の改定を行っています。サッカー部では実際職員サッカー大会で全国大会に出場するなど、講師ともにとても充実しています。浄化センターやポンプ場などの維持管理を担当しています。北九州市は大規模な機械や設備を多数保有しており、技術職として幅広い領域で活躍できます。公園や街路樹の維持管理が主な仕事です。整備に携わった公園でたくさんの子どもたちが遊ぶ光景を見た時の感動は忘れられません。野菜、花、果物の生産性アップや作業効率化など多方面から農業を支援する仕事です。農業の基盤作りを行いながら、農家の方々にとって頼れる味方になることが目標です。チャレンジ北九ミッション。市の課題である放置竹林を解決する計画を立て、具体的な対策を講じました。生物の多様性を守り、災害の起きない森づくりを目指します。安全で美味しい水をご家庭に届けるため、水源から蛇口までの水質検査を行っています。いつか海外への技術支援を通じて環境問題の解決を目指す仕事に携わってみたいです。下水の監視や企業への指導を通じて公衆衛生を保ち、地域の川や海を守っています。下水道は現代生活に欠かせない重要なインフラ、市民生活に直結するやりがいのある仕事です。北九州市の食の安全を確保するため、飲食店など生活衛生施設の監視指導を行います。市民の方々が安心して暮らせる街を守るやりがいのある仕事です。環境研究所で細菌検査を担当しています。これからも専門知識を蓄え、検査技術を高めていくことで市民の健康な生活を守ります。チャレンジ北九ミッション。北九州市の水産業と市民の生活のために豊かな海を守ります。自然相手で難しいミッションですが、やりがいを強く感じます。保健指導や健康相談を通じて地域の健康づくりをサポートしています。赤ちゃんから高齢者まで笑顔で健やかに暮らせるまちづくりに取り組んでいます。公務員重視の魅力は、人と動物が共生できる社会の実現を目指せること。目の前の動物はもちろん、
世の中にも貢献できる仕事です。やりがいは子どもや保護者の笑顔にたくさん触れられること。運動会や発表会で練習の成果を披露する子どもたちのキラキラした表情を見て達成感をかみしめています。災害発生時の対応や設備調査、消防訓練など地域の安心安全を支える仕事です。手厚い研修と訓練制度により男女問わず安心して働くことができます。学校運営を支え、その基盤を作る役目を担っています。仕事を通して子どもたちの温かい思い出となる環境を作っていきたいです。職員募集。